やばいらしいね、浦和レッズ。暴れた奴らの永久デキンとか、今浦和なんか史上最も重い罰になるんじゃないかって言ってニュースになってるよね。浦和やばい。いや、何があったかっていうと、サッカーの試合で名古屋グランパスっていうチームにボロ負けしたの。その腹いせで暴れちゃったんだよ、サポーターが。うん、人殴っ、なんか殴ったのか、こう暴力沙汰になったりとか暴れて、それをなんか一部の人が携帯で動画撮ってて証拠が残ってて、うん、でさらにそのサポーターがまだ暴れてて、追加制裁するんだったらもっと暴れてやるからなって言って逆ギレしてん。お前これ以上制裁したらもっと暴れるからなって言ってん。無期限入場禁止永久。じゃあそれをなんか、じゃあそれをなんか永久になるんじゃないかってニュース見たのよ。まだわかんないんでしょ。だからその天皇杯も出れなくなるんだとかって、天皇杯の出場停止もなるかもしれんつって、史上最も重い罰になるかもってやつを見たの。だから今はまだ無期限かもしれないけど、今集まって話し合いしてんでしょ。怖ーと思って。ねえ、でもかわいそう、そのまともな浦和のサポーターが。いや、いくら連帯責任とはいえ、普通にさ浦和レッズ応援してる人ほんとかわいそう、マジで。いくらなんでも。あ、さっき正式発表が来たんだ。無期限、クラブへの制裁は検討中で、サポへの制裁は決まった。かわいそうだよね。なんかね、さすがにその浦和が試合出れないとかはかわいそうね。選手もだってまともなサポーターも関係ないからね。でも絶対またやるわ。だってやってきたもん。絶対またやるよな。てかその17人をどうやって把握してんの？一人一人個人を把握してるってことか。17人しか把握できなかったんじゃないの？映像に映ってるって。だって別に携帯の映像とかなんてそんな知れたもんやしな。でもなんかパッと見た時数十人はいたよ。動画見たけど。17人なんていう少なさじゃなかったよ。コールリーダーも捕まったし、常習犯なのか。ていうかさ、その暴力振るったりとか暴れたやつが悪いのは当然だけど、その場でキャッキャしてたやつも同罪だろ。手出したか出してないかの違いであってさ、楽しんでさ、ウェーみたいな感じでふざけんなよとか言っていたんだからさ、全員一緒だよな。でもな、まともなサポーだったら負けてさ、次頑張ろうって帰っていくわけだからね。名古屋もおったからな。またねでしょ。そう、それにブチ切れたんでしょ。ねえねえ、またねだ、またねなんて言いやがってっつって、要するに自分ら勝てたからまたよろしくねって意味で煽ったんよな。でそれにカッチンってきて大暴れしたんだよね、確かね。一回きりの試合なのに、そう、トーナメントでね、またなんかないわけよ。だけどごっつぁんですっていう意味で、うん、まあ、そういう風に捉えたんだよね。わかんない、名古屋はそういう意味で言ったのかわからんけど、浦和は多分捉えたんだと思う。だからなめとんのかってなって大暴れしたって感じだよね。スルーできなかったんだよ、暑いから。なめ腐りやがって、煽ったのは悪いかもしんないけど、サッカーなんて熱入るスポーツだからそれぐらい言ってくるでな。巨人と阪神見たら分かるけど、やばいじゃん。スポーツなんて大体そうじゃん。そんなんで切れて大暴れしてたら切りないしね。だってさ、サポーターも目覚ましなよ。日本一のさサポーターなわけでしょ、浦和レッズからすれば。クラブチームある中で日本でさ一番熱持ってて一番元気よくて一番頑張ってるわけじゃん。で、なんなら J リーグでさ、どんだけ浦和レッズが引っ張ってるか。うん、工業的にも。そうやって自分たちがさ、グッズ買ったりなんやかんやいろいろ貢献してきたお金もさ、自分たちが暴れてさ、罰金取られるなんてバカらしいじゃん。そんなことのためにグッズ買ったのってなるじゃん。売り上げだってお金だって。本当に目覚ました方がいいよ。無駄金だよ。もったいないもん。自分たち浦和レッズだってさ、煽るわけやん。自分たちが買ってたら。煽るわけでしょ。だとしたら煽られてそんなね制裁食らうまで暴れちゃうのはね、よくないよ。今回のことはさすがにサポが悪いわ。俺浦和に住んでるけどショックだけどね。浦和レッズの試合しか見に行ったことないから。すっごいかっこよかったんですけどね。そう、埼玉スタジアムに見に行ったらもう真っ赤っかでさ、燃える炎みたいにみんな団結してて応援してて、すごいかっこよくて、うん、喉枯れるぐらいまで初めて行ったけど応援して、すっごいいい汗かいてすっきりして帰ってきて、サッカー全然詳しくないけど浦和に住んでてよかったなと思って。
ちょっと浦和はしつこいぐらい浦和レッズ押してるけどね。駅の周りとかもさ、浦和レッズ、We are 浦和レッズみたいな、もうサッカー関係ないところまで貼ってあるから、まあ押しが強すぎるんだけど、さすがにね、こういうニュースはね、気持ちよくないですからね。俺はね、でもね、思う。あのね、その、サポーターの出禁とか、罰金とかよりも、やべえことしたら J2 以下降格が一番いいと思う。やり直し。それは一番効くよね。うん。誰々出禁とか意味ないんですよ。だって今度違うやつが暴れるだけだから。だってその出禁になった17人より、17人よりもっといっぱいいろんな人がいるんだから、17人が電話とかなんか連絡で繋がって、お前ら任せたぞって言って他のやつらが暴れる可能性あるわけだから。だって、そうに決まってんじゃん。だって今までいっぱい暴れまくってきてんだから。またやるよ。だから、もう、J2 降格になるしかないよね。選手、それは聞くけど選手がかわいそう。まあ、それが勝ち点剥奪とか、さすがにそれはやりすぎだって言うんだったら。まあでもな、確かにな、選手や監督に、なんかこう、責任取らせるのもなんか違うよな、ファンが暴れたからって言って。例えば配信で言うんだったら、お前らリスナーがめっちゃ暴れて俺が責任取るようなもんだろ。そう、ノリラジリスナーがめっちゃ暴れたから、じゃあツイキャスお前できんねって。ツイキャスバンね。他のサイト行ってくださいってなったら、まあ俺めっちゃとばっちりやもんね、そんなのね。一人一人のリスナーなんて管理できないし、そんなものは。そうすると敵対チームに潜入させてユダ的な策略できる。多分ね、浦和レッズがね、今結構順位もいいじゃん。なんだかんだ上の方にいるじゃん。多分、屈辱の J2 に落ちて、しばらく J1 に帰ってこれないぐらいにならないと熱冷めないね。なんでこんだけサポーターが暴れるかって言ったら俺たち強えと思ってるからじゃん。浦和レッズが好きなのもあるし、勝てると思ってるから暴れるわけじゃんか。だから勝てないところまで落ちないと落ち着かないよね。きっとね。いやさ、浦和から大宮なんてさ、電車で10分ぐらいなのにさ、なぜかめっちゃ仲悪いからね。埼玉にさ、2チームあるんだけどさ、1チームは浦和レッズでさ、もう一つは大宮アルディージャっていうチームもあるんだけど、浦和と大宮でめちゃくちゃ仲悪いですよ。戦争。やばない？同じ埼玉なのに。めっちゃ仲悪いです。わかんない。俺も詳しくはわかんないけど。あと、浦和レッズのサポーターに絶対言っちゃいけないこと一個だけあるんだよ。雑魚とか弱いとかじゃないんで。過去 J2 落ちたことありますよねって話だけは絶対に禁句です。そう。浦和レッズのサポーターの人たちの心の傷だから、大きな黒歴史だから、 J2 落ちたことありますかとか聞くのが一番ダメです。埋められるぞ。いやでもね、浦和レッズの応援はね、現場で見るとすごいよ。本当にね、見たことない人が見るとね、びっくりするよ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。